さっきからまた外でごちゃごちゃ言い始めてますけども、あの者たちね。で、それ今、家の中でどういう作業をしてたかって言ったら、昨日の晩、22時30分から23時ぐらいの間、男3人組が、外から、岡場駅の方向から、まあ、田尾寺駅の方へ向かって、まあ、大きな声で、家の中にいる私に向かって、大きな声で聞こえるように、喧嘩を売るようなことを、言ってくると。で、撮影が始まったら、一応、すぐに急に黙るんですよ。自分たちが撮影されてるっていうことに感づくみたいですね。で、一応踏切、ほとんどの人間のパターンが、他にもそういう人間いっぱいいるんですけど、この踏切を越えたこの辺りに来てから坂登り始めたら、またごちゃごちゃ言い始める。で、笑い始める。まあ、過度な挑発行為でもあるし、多分、まあ、動画でも言ってる通り、まあ、その内容は聞いてもらったらわかるんですけども、これをね、作業をするときに、まあ、向こうの人とか、春山先生に出入りしとった連中なんじゃないですか、その関係者とか。だと思いますよ。